県大,大学の武藤でございいいまますすよろししくお願いいたします <laughs>、えー、私のタイトルはあの見えてる通りでありますけれども先ほどのご挨拶等にもありましたけれどお養父、まあ、子どもへも含めての幼児教育と小学校、まあ、特に1年生とのつながりをカリキュラムとして考えていこうこれが「架け橋プログラム」。 呼ばれれているもものでありますけれどもこれはもちろんその前のかなり前からあ幼児教育と小学校の接続という試みの発展であるわけですね。それはじゃあどういういことをやろうとしているのかということを今日はまあ簡単になりますけれど解説したいわけですがそれを一言で言うとっていうのが「副題」ですけれど。 身近な環境の関わりと書いたのは要するにこれが幼児教育ということだよっていうわけですね。えー、身近すぎるから何のことかわからないと思いますけれど、まあそれをまず解説したいわけですが実はそこからあ小学校に向かっての芽生えがかなり出てくるのであると。でその芽生えを受けて小学校はそれを伸ばしていくんだけれどその小学校というのは。 地の世界教会に代表される地の世界に導入していく営みであるわけでそこに向かっていくそれをすることが駆け足の特にカルキュラムということなんだという趣旨をお話ししたいと考えておりますで、その際に前半では幼児教育の話をしたいわけですけれどまあ幼稚園教育要領まあ子ども自身やあ 似て子の教育保育保要領まあ同種子でありますけれども数年前に既に改定されているその要領指針の趣旨っていうものを述べたいわけですけれどそれをなぞるわけではなくてもう少しそれを深めていきたいというふうに思います。改定から5年ほど経てばやはりえ世の中の動き 少ししずつ進展していきますのでそれを踏まえて考えたいということですがそれはどういうことかというと一つはこの幼児教育全体を基礎づけるというところで特に現在日本でも国際的にも子どもの権利ということと子どものウェルビングの実現そこから幼児教育を基礎づけようという考え方が基本になりました。2番目は 子どもの主体的な活動を重視するということは幼稚教育でも小学校教育でもいろんな形で指摘され提唱され実践されていると思いますけれど実のところ幼稚園教育要領においてはその主体的な活動というのを具体化するものとして資質能力というのを構想したんだということを改めて指摘したいわけです。そそしてそこでは特に 心情意欲態度というものを根幹に置いておりますのでその心情まあ気持ちというか感情ですけれどそれの成立とそしてそれに伴っての知的理解双方が相まっていくことが幼児教育なのでそれを私は何度も繰り返されるという意味で循環過程と呼んでおりますがそれを実現していくことなんだ。 いうことを、まあ、解説したいこれが前半のお話でそこから芽生えが出ていくんだということですねでは本論に入ります。で与えられた時間実を言うと60分ですので、えー、その割には資料が多すぎると言いますか詳しすぎるのですねですのでここに書いてあるメモを資料っていうかメモなんですけれども 逐一解説は難しいので本当にその書かれている文章を多分お手元に言ってるのかと思うのでそれは読んでいただくとして、えー、その一番重要なポイントを挙げながらあ60分内に何とか収めたいと思いますで、最初に述べたように子どもの権利とそしてウェルビングを けけに置くとということですけれども子どもの権利というのは子どもの権利条約を見れば分かるようにいろんな権利がこう整理されてあるわけですけれどさらに先日めれば私は自立性と共感性というところから見ることができるというふうに考えております。でこれは個人の自立性というのは個人のこう尊厳といいますか。 おかしがたい人格のあり方ということですけれどそれは乳幼児においても同様であるということですね。でそれを広げていく乳幼児に対してもその他さまざまな人に対しても広げていくプロセスを共感と呼ぶわけですけれどそのようなことがまあ歴史的にも展開してきて21世紀に子どもの権利というものが世界的な に認められれるようになったわけけですけれどそうすると幼児教育自体はまあすでに200年近い19世紀半ばからしてもまあ180年ぐらいの歴史がありますけれどもその幼児教育っていうのは実は子どもの権利の実現と共に生まれてきたというふうに歴史的に考えた方がいい。ただし単に乳幼児の権利を尊重しようというだけではなくて。 もっと積極的に乳幼児の権利の発揮ということとその発揮を通して乳幼児自身が自分の権利を発揮できる力を持っていくそのようにすることだから乳幼児の教育が重要なんだというふうに考えたい私はそれを子どもの権利の実質化というふうに呼びましたけれど簡単に言えば子どもの権利の発揮を促して その機会を用意しながら育てていいくということ。うこつまり子どもの権利を認めるということはその乳幼児期の日々において子どもの権利を保障しその発揮を可能にするそのような機会が重ねられながら次第に子ども自身が主体として自分の権利を発揮できるようになっていくんだそのように考えることが幼児教育。 なんだというふうに見直すことができると思いますそしてもう一つ、まあ、子どもの権利の別な面だと思いますけれどもウェルビーの考考ええをままた幼児教育と関連付けて考える必要がありますウェーングというのは実は多様な意味を持っているのでいろんな使われ方があるし。 ウェルビーイングと英語でしょうけれどカタカナ語として使っているのはまだ日本の世界で十分意味が確定していないからだと思いますけれども言うなればウェルビーイングっていうのは全ての人がこの社会の中で市民として正当な権利を付与され尊重されそしてその発揮が保障される状態であると言っていいと思うんですけれどももう少し砕いて 具体的に子供に即して言えば。その子供が現在幸せに生きていること。充実している。その。小さい子供においては、その幸せと充実の中に。学ぶ成長する。ということが含まれていくんだと思います。そうすると、その学ぶこと充実していること。成長するってことはそこに。子供の力の発揮を通して。 子供なりの未来が作られていいくととうことであるわけですねそういう意味で入幼児期のウェルビーイングを尊重するってことは子どもがその今を幸せに生きる中でその未来への芽生えを育てるということになっていくんだというふうに思います。それは幼稚園保育園子ども園の実践に即していて 行けば別にその幸せといっても本当に小さな楽しさであり安心であるし未来といってもそこでこ今日こんなことした明日こういうことをしたいという未来であるしそしてその先にもっといろんなことができるかなと予感できるような世界を子どもたちに用意していくことだと思います。 そのような小さなことだけど子どもが育っていく今の幸せと未来に向けての育ちそれを保障することが幼児教育の営みでありそれが幼児教育にとってウェルビーイングを大事にすることだと私は理解しているわけですそういう考えに立って改めて幼稚園教育要領などを見直してそのいわば ロジックというものを整理したいんですけれども今要領指針をこう手元に置いてというのは別に学校の授業ではないのでそういうことではないんですけど特に幼稚園教育要領をご覧いただくと分かるんですが一番最初には環境を通して教育するということが述べられていますけれどその次に幼児教育の見方考え方というのが提起されております。これは 2017年の改定で加えられた部分でありますけれども大事なことなのでそこだけは引用しておきましたが幼児との信頼関係を十分に築き幼児が身近な環境に主体的に関わり環境との関わり方や意味に築きこれらを取り込もうとして試行錯誤したり考えたりするようになる。この一文 なんですけれども、この一文に幼児期のこの教育のエッセンスが詰められているわけですね。ですから、日本の幼児教育っていうのは何ですか？っていう回答はこの一行になるんですけど、こう答えられたからわかるって言うものでもないわけなので、それをもう少し砕いていく必要がまあるわけですよね。身近な環境って何だ？主体的に関わるって何だ？関わり方とか意味って何だ。だ 試行錯誤するって何だっていうことになりますよねで、全部を解説する時間は今日はありませんけれど少なくともその論理の流れを解説はしたいで、それが実は小学校に繋がっていくということを申し上げたいわけですねまずその主体的に関わるでありますで、これはいろんなところで主体的な活動と言い換えていますけれどもその 主体的なな活動といいうものが何か定義はないんです書いてないですけれども少なくとも分かることはその主体的な活動を具体化するとそれが資質能力の表れなんだということであります。つまり知識及び技能の基礎っていうふうになっているところは感じたり気づいたり分かったりできるようになったりするとなっています。また思考力等の基礎は 考えたり試したり工夫したり表現したりするとなっていますで学びに向かう力などのところは心情意欲態度が育つとなっているんですけれどそのようなことはまさに子供が主体的である主体的な活動をしていると私たちが思い描く時のあり方だと思うんですね育つればそのようなこう資質能力として具体的に書いてある つまりいろんなことを感じたり気づいていくプロセスいろんなことについて考え試したり工夫したりするプロセスで心情ゆク態度っていうのは物事に感じ感情が動きそこからや,ろうやり遂げようとすることなんですね心情というのはその次に書いた通り環境への出会いによって起こる驚きとか 不思議とか面白さとか素敵さっていうことです。何かを見て面白そうだなと感じる気持ちの動きですね。こう例を挙げてあまりルール説明できないので、1個だけ挙げると、私がある幼稚園に冬2月頃に伺ったときに、朝9時過ぎに年長の男の子の1人が、 登園してきたときに手に大事に何かも友達に見せてほらすごいよってで覗いてみたら要するにシ柱なんですけど東京の都心の園ですからこう道路も舗装されてるしマンションに住んでたりして土に触れないわけですよねその子はどっから持ってきたか知りませんけどまあ、途中の公園かなんかだと思うんですが見つけてそれでこう綺麗でしょ。 でそこに子供なりの驚きがありまあ感動とまで言えるかわからないけど素敵だなという,こう心情が動いているわけですけどそういうこう冬の土で見つけた下柱という名前まだ知らないし氷と分かってるかどうかよく分かんないんですけどそこへの出会いがありますよね。 そうするともっとそれに関わってみたい探してみたい触ってみたい試してみたい他の子が触って「あ冷たいよね」とか「どうなるんだろうと」とまあどうなるも何もほっとくと溶けて泥水になるんですけどまあそういうことの驚きだとかっていうふうになって関わり続ける。は溶けちゃうのででそれ以上はないですけどでもまた 他の子供はじゃあ私回して探そうみたいにしてこう,いう関わりが展開する。そういう在り方というのがつまり心情ゆく態度ですけれどその展開の中で子供たちは下柱っていうなんていうかキラキラする糸というか針っていうかそういう,そういうのがあるよねと。 みたいだよねとか氷「氷だけど冷蔵庫の氷と違うよね」とかど「どうして何こう柱っていうか爪ようじみたいな穴ってんだろう」とか「あれはあの土のとこにあるよ」とか「土の間にできるよ」とか「中にはきっと土の中の水が凍ったんだよ」とかまあいろいろ言いますよね。 そうやってこう考えたり発見したりっていうことがそこに伴っていくわけだからまさに資質能力で言っているその子どもの気持ちが動いてそれで関わり続けながらいろんなことを見つけたり考えたりするっていうことが起きていくわけですね。でそういうような資質能力の育ちっていうものをより具体的に保育内容に即して表したのが。 幼児期の終わりまでに育ってほしい姿自由の姿になるわけです。ということなので心情意欲態度というものが幼児教育の根幹にあるということだと思うんですね。でそこからあの生まれて、えー、いろんなこう周りの環境で興味を持ったものから、はあ、さまざまなものに交換 ですからその心情っていうのは子どもが感じる不思議さとか面白さとか謎をめいたことだよとか何か素敵だなと思うそういう気持ちそこから意欲になりより積極的にこういうことをやってみたいという動きが出てそうするとそこでこうしてみたいとか調べようとかもっとこういうことはできるんじゃないかっていう。 工夫や考えやっていうことで考える知識もそこで獲得されていくだろう。でその時に要領指針ではもう一つ自発的な活動としての遊びというものがそこで大事になるんだよということを指摘しています。それは非常に大事なところはですね要領指針において遊びというのは 遊びと生活とか遊びと仕事とか遊びと勉強というふうに分けてるのではなくて自発的な活動としての遊びというのはつまりあらゆる活動における自発性のことを言ってるわけですね。自発性というのは自分でやりたくなる思いつきと言っていいと思います。地面にキラキラするものがあるから拾ってみたい。 拾ってみたら綺麗だから他の子に見せたくなったっていうこうやってみたくなることですね。でいろんな思いつきを子どもたちは思いついてどんどん試すわけですけれどもその試す中で言うなれば物事の可能性を見つけていく広げていく発見していくもちろん子どもたちの思いつきだから。 不発のものっていうか見当外れのものがたくさんあるんだけどその中にたまたま地面で拾ったら面白いものを見つけるわけですね。でそれが遊びなんですけどそういう中でいろんなことをこうやってみて試してみてっていう中でこういうことをやってみたら面白そうだなっていう少し先のことの実現を。 イメージすするように変わりますちょうど積み木遊びして特に3歳ぐらいだと適当に積んでは崩れるそれが面白くてやってるうちにちゃんと積めば高くなるってことをふと気づいてじゃあ高く背の高さまで積んでみようとかお城みたいにしようって思って積み始める。でこの時には 思いつきで動かしているところからこういうことを実現したいというイメージが生まれてそれに向けて工夫し粘り強く取り組むのでそれがつまり目標思向的になるわけですよね目標が生まれるとそこで工夫していくということが出てきますでもその目標はあくまで遊びですから無理っぽかったらいつでも変えることが、ね あるいは面白く違う方向が出たらそちらに向かってもいいそういう自由さを持ちながら目標に向けて工夫するというところに幼児期の遊びそしてそれ遊びが学びになるという決定的な根拠があると思います。でそのようにしてこの遊びを通して 学びが生まれれていくんですけれどこの学びについてプロセスとコンテンツ、えー、別にカタカナ語を使う必要もないんですけど過程と内容ですねの両面があるということに注意しておくと特に小学校とのつながりを考える上では便利だと思います。プロセスというのは例えばシスノレクというのは典型的にプロセスとして描かれています。分かかっていくとか気づいて 考えていくっていうのがプロセスなんですけれども一方で氷について氷はまあ保育内容で言えば環境ですね自然物の一部ですけどそれに関わるものであるわけですねこれは小学校の方で考えれば学び方学ぶやり方っていうつながり方と内容ですよね。 氷っていうのは理科でしょうからまあ手がきにもないけどまあ通常は生活科を通してっていうふうになるだろうと思うんですね。でもう一つ考えておくといいと私は思うのはその子どもの心情面とそれから知的な面心情面というか感情面あるいは情動とかですね えー、心理学用語としてはいろんな言い方をしますけれどそういう心情的感情的的的感なな面面と知的な面です、ね、まあ一部の研究者などはあ知的な面を認知的と呼んで情動的な面を非認知的と呼ぶ場合もありますけれどもここでは幼稚園教育要領に即して「心情」「知的関わり」と呼んでおきます。 でこれとです、ね、私はあの自動的な関わりと能動的な関わりというふうな両側面として分けておくと分かりやすくなると思うんですがで心情についての自動面というのはこう周りの環境に対していろいろなものについて素敵だな不思議だなと思う感性の広がりです。公園を歩いて地面で あのさっきのように氷を拾うとか今時ならどんぐりをもう早いですかねどんぐり見つけるとか落ち葉見つけるとかいろんなものを見つけていきますよね。でそれはこの特定のものを探すというよりはこうなんとなくこう視野っていうか注意があちこちに行きながら面白いもの素敵なものをまあ見つけていくある意味では自動的な姿勢なんですけど。 同時に例えば、どんぐり見つけたら、あ、どんぐり、あ、いいなと思って、一生懸命いろんなの集めてきて、探して、それで、円に持ってきて、あどんぐりもう何十個あるよみたいな。とかあの、あ、よく見たら違う形のものが混じってるとか、どんぐりをこう少し布で綺麗にして、ピカピカして、素敵だなと。 これ首飾りにしたらいいかもしれないなとかそういうのはもっと能動的な心情ですねこれは要領に使ってはいませんけどそれは私は愛することって能動的な関わり心情能動的な心情的関わりは愛することと呼んでいいと思っているんですけどそういう面が起きますよね。ののある意味でいろんなものを 好きになることどんぐりも好きになるんだけどダンゴムシも面白いと思うんだけど絵本も楽しいんだけど体を動かして、えー、泥系するのもいいし座り込んで積み木遊びするのも面白いしな絵を描くのも楽しいないろんなことが好きになるっていうことですからそういう意味でいろんなものを好きになって そこがこうなんていうか大好きになった時にそれを愛すると私は呼びたいわけです。でそれと並行して知的な理解知的な関わりが起きていくわけですね。これも受動面と能動面に分けるならば受動面っていうのはやはり周りにいろんなものがあるんですけれどそのものの特徴に気づいていくことですね。どんぐり拾ってて と見上げたら木の枝にどんぐりがやったらついててああって思うわけですね四時って案外上見ないので下ばっかり拾いますけどたまに今見たときにねなかなかあの子供のこと知らない人はわかんないかもしれませんけどあの。 公園かなんかに行って子供ものどんぐり一生懸命拾いますけど案外どんぐりは木の実でその木の枝についてるよってこと分かってないただ落ちてるものなんですけどそうやってこうさまざまなところにこう開かれていろんなものの特徴に気づいていく面と能動面というのはそれを利用して何かを作り出すとか調べていくという,こう積極的な知的関わりですね。 その2つのつ面でで考えるることができるとがき思いますそういたしますとその好きになる面とこう知的に分かる面の両方があるよということを指して私は愛と知の循環と呼んでいるんですけれど、まあ、その用語はともかくとしてそこで子どもたちの身の回りのいろろなものについて 面白いと感じ好きになり一方でその特徴を理解しながら特に自分が関わりたいと思うことについてはかなり深く分かっていこうとすることそういうことが起きていくと思っています。でそういういところからそ私はそのすぐ抽象的言葉に持っていく 悪い癖ががありますが対象の理解から世界性へと呼んでいるんですけど、まあ、世界性なんて大げさに言わなくてもいいですけどあの <laughs> 例えばどんぐりを拾った時に集めますよねでその時にだんだんどんぐりって木の実だねって分かるわけですけどそうするとあの実はどんぐりにも。 公園,まあ、公園の木が1種類なら1つの一種類のどんぐりですけどいろんなこう樹木がある場合にかなりコナラの木とねまたまし糸でこうどんぐりの形がだいぶ違いますのでいろんなのがあるんですけどそういうことに気づいたりしてで木の実だから別にあの栗の実はどんぐりとは言わないというか。 どんぐりの定義をすいません栗の胃がんの中に入ってますけどあれを取り出せば栗のまだこう茹でたり煮たりする前のねやっぱりどんぐりっぽいじゃないですかどんぐりっぽいっていうのかな硬い比較に包まれているっていうのかなあ木の実っていろいろあるの。 つまり私が世界と呼んでいるのはどんぐりについて関わるだけじゃなくてどんぐりに代表される木の実の世界木になるものの世界っていうものがだんだん見えてくるっていうことなんですね。で数の世界って考えてみるとあのトランプやってカルタやっても何でも数えますよね。 から、まあ、どんぐりの例を続けていえばどんぐりをたくさん集めた時にどんぐりいくつ集めたかなって数えたりしますよねそこにこう数の系列っていうのがだんだん把握されてきますね当たり前ですけど10より20が大きいたくさんあるわけぐらい分かってきますで30405152ってそれになると怪しくなってくるけれど <laughs> 怪しいなりに <laughs> すいません 7080ってなるとたくさんあるよ30より大きいって分かってくるわけですよね。以前あの11月終わりぐらいの園に行ったらちょうどさつまいもえその園の畑のさ,さつまいもの収穫,収穫する日でこうその取ってきたやつを子供たちが洗って。 外に干してたんですけどでその時にどれが一番大きいっていう話にな,なったんですねまあ大体なるんですけどねさつまいも、まあ、こうな,なんか大きい方が偉そうな感じがあるのでねでで素人が作ったさつまいもって変な形してるのでこうなかなか決めにくいので一人の子が重さを測ったらいいって言ってでそれをまあ先生は予期してるのでこう バネばかり持ってきた測ったんですけどそれでこう並べたんですけれども一番確か小さいのは3 7 0ラム一番大きいのは7 7 0ムみたいなでこうまあ何百いくつって数は子どもたちもよく分かりませんけど34567分かってますから300400500は並べられるわけですよねそして一番大きいのは700でなんとなくこう何百という 正確な数は多分理解してませんけど102030の先に100があってその先に何百あるよねっていう感じを年長の終わりぐらいはつかみ始めているらしいわけですね。それが数量の、まあ、世界のまだ正確な理解じゃないけどこう広がりが見えてくるわけですね。そののようにいいろろな言いわば私の言,葉で言えばば私葉で世界が 様々なものが見えていてでそういういろいろな世界に対してこう導いてくれる私は言えば招待状が環境の中にある。どんぐりはどんぐり遊びするものなんですけどねそうなんだけど同時に木の実の世界への招待状だと思うんですよね。先生がそう意識してちょっと仕掛ければですけれどその先にいずれ子どもたちが探索していくであろう。 ところがこ感じられてぱり、ね、幼児期はその芽生えですからこの先にもっといろんなことが分かっていくんだろうな調べられるんだろうなきっと面白いことが学べるなって予感していくわけですよね。そそして子供たちはそのような これからもっと面白いことすごいことよくできる分かることが、ま、私を待ってくれているようにそれをするのが学校小学校の勉強なんだよそういう期待を持って小学校に来るわけですよね。 で実際例えば小学校入学式がありますけれどもちょっと多分大抵どこでもかなあの入学式午前中やったら自分の部屋に初めて入るわけですけどその時に教科書を渡すんですけどあの1年生の教科書ってご存知かどうか知りませんけどまあカラフルっていうか。 絵絵や写真がたたくさんあって絵本みたいなんですねでそれをこうパラパラってみんなこう開いて「へえいいな」とか「あこういうことできる」とか生活家の教科の生活科にも教科書ありますけどまさに絵本なんですけどでこ,こ,だここはまあ文字ばっかりではないんですねかなり挿絵とかが特にあの前半でやるところはそうなんですけどだからまあ そう字がしっかり読めななない子でもなんとなく雰囲気としては感じて私が言いたいのは幼児期の育ちの中でいろいろなことの芽生えがいろんなところに向かってきてるわけだけど子どもたちにとって小学校に入って特にお兄ちゃんお姉ちゃんがいれば算数って言うんだって国語って言うんだって。 多少知ってるわけですけどで、こんなに面白そうなことを勉強できるんだよ。なんか大人の感覚だと勉強っていうと、なんか、伝の字も教の字もなんとなくつらい雰囲気の字だけど、子どもにとってそんなことはない。あ一1年生、最初はね。1年生って幼児から見ればすごく大きいですから、こんなに大きくなって勉強できるんだよ。楽しいなって。 すごいな大きくなったぜっていう感じなんですよね。そういうこう楽しみに満ちたその入学式の日なわけですね。その入学式の日の子どもたちのワクワクする思いを小学校としてどう実現していくか、どうその期待に応えるものになっていくのかが なんていうか接続の問題というかかけはの問題だと思うんですね。でもう少しそれを具体的に言うと今見えてると思いますけれど幼児教教育育から小学校教育の基本的な道筋を抑える必要があります一つはその先ほど言いましたけどプロセスとしてつながっていくんだということは。あの まあ最近のいろんな言い方で自己調整とか実行機能とか言うんですけど自分をコントロールする力ですねだから相互調整っていうのはこう自分と他者っていうのはまあな友達というか同級生の話し合いとか折り合いのつけ方とか課題への集中心とか幼児期に育ってきてるわけですけどまだ十分ではないけれど芽生えとして育ってきてるそれをどうやって小学校で生かし伸ばしていく ね、で実際45分の授業小学校は45分の授業ですけどいきなり45分ベタで先生が説明するなんてことは、まあ、しないわけですよねしないと思いますけれどもあのだいたい1年生の1学期の授業っていうのは大抵は45分を3つか4つぐらいにこうまあなんとなく区切っていて最初ちょっとしたゲームを入れたり。 それで自分たち独り言あるいはグループで何かしてそれを発表したり交流したりみたいな組み合わせをやるじゃないですか。でそういう中で幼児期に育ってきたこう集中力が45分座りっぱなしは無理だろうけどそういう短い時間の組み合わせかつ先生が だーっと説明するんじゃなくて子どもが発言したり実物を使うということでそれは発揮されるよそういうことをこうわきまえながら小学校の1年生を進めますよねもう一方でコンテンツ内容としてのつながりっていうのがあるわけですねさっきの数量っていうのはもろに算数に入ってきますねそれから幼児期に例えば絵本を読んでもらったっていう経験は 当然なががら語の授業につながっていくそれからアートといいますか例えば図工っていうのを考えた時に小学あの幼稚園保育園っていうのはある意味でこうめったやたらに図工の時間といいますか造形の時間というか毎日のように何か作ってる書いてるわけですよね。それをこうお絵かきとか呼ぶこともあるし呼ばないこともある。 というふうふにしてこう内容的な,つながりりもありますのでそれをどういうふうに生かしていくのかで。それができるためには例えば幼稚園教育より読んでほしいけれど幼稚園教育より読むとおのずと分かるでもないと思うのでやはり具体的にどういうことをそれぞれがやってるかの保育授業を見合うことだと思うんですね。 そそのの保育またその授業をついいてて話しし合ってほしいけですよ、ね、私たちならこうするけどどうなんですか別に小学校に対して幼稚園保育園の先生が言うことが正しいはずはない逆に幼稚園保育園に対して小学校の先生の言うことが正しいはずはないけどつまり検討外れも多いわけだけれどでもそれを含めて話し合うことであそうかそういう時期だしとかそこが大事なのかっていうことを分かっ そして特にその何度もめ「芽生え」と言ってますけれど学びの芽生えが幼児期だとすれば小学校はそれを自覚的な学びにしていくこととだいいう整理をしていますこれは特にあの生活科の解説書を読んでいただく解説読むとそこが明示的に書いてありますけどそういうような発想を生かしながら進めしていけると思うんですね。 でもう少し踏み込んでみるとそのプロセスとしてというのは先ほども言ってるように資質能力なんですけれどそれがもう少し具体的に言えば授業の姿運動についてとかね数量についてとか話し合いとかってこう具体的な内容を持ってでもプロセスとして示してありますけれどで小学校 もうそれぞれにおいて資質能力としてのプロセスっていうのを描いていくことができます。で、それを一番こう明確に考えているのは生活化なので、やはり幼児教育と小学校教育のつながりをまず測るのは幼児教育と生活化の授業っていうもののつながりをいろんな形で測っていくことだと思いですね。生活化の最初は学校探検みたいのもあるでしょうし。 あるいは町探検みたたいいなのはは年生かももしれませんけど幼稚園園保育園でもやってたりするあるあさっきどんぐりの話をしましたけれど、えー、多くの小学校は多分1年生の秋に秋の自然物の遊び入れると思うんですけれどで大抵の幼稚園保育園でもやはり秋の自然物の遊びをやるんですね。そうすると相当数の子はどんぐり遊び2度目なんです 場合によっては4歳児もやっては歳やたり度目なんですけど同じ内容を使っちゃいけないと全然ない,ないんですけどじゃあそれをどういうふうに一年生として高めていくのかつながりながらっていうことをこう考えていく必要があるわけですよね。でそれと同時にその生活家の発想を生かしながら他の教科にどういうふうにつないでいくのか算数でも国語でも。 っていうところのこう展開を考えていくといいかなというふうに思っています。さて、それがこう掲示としてのなんていうか、まず大ある意味で第一歩なんですね。つまり幼稚園保育園子ども園の先生と小学校の先生が一緒に集まって。 保育を見たり授業を見て話し合う場を作ってほしいっていうことですね。あのいうことですね。カリキュラムを「掛け橋」というのは「カリキュラムを作りましょう」とこう提言してありますけれどカリキュラムっていうと教育課程とか両方では全体的な計画と呼んだり。 しますけれどもあるいは指導計画と、まあ、そうなんですけどそれを考える上でも具体的な保育あるいは具体的な授業での子どもの活動その様子ですねそのどんぐりを集めましたよだけじゃなくてどんぐり集めて子どもたち何してるのかなどう関わってるのかそこでどんな幼児はどんな遊びしてるのかを 見ていくってことですね。というこを一緒に考えてみると案外その小学校の先生が幼児の活動を見て時にはびっくりすることもある。実際あるところで小学校の先生がそこの死はあの。 基本的には保育所なんですけど行って幼児の姿を見て幼児がこんなことをやってるしこんなことができるのかびっくりしたというショックを受けたというかでびっくりしてショックを受けてじゃあ1年生の授業こう変えますっていきなりなるわけでもないんだけどまず相手を知るそこで ここここちらの思い込みとととと違うがが起きるるをままず感じることが始まりだなと思うわけですね。さてその上で一緒になってするということが大事だと思うけれど一緒じゃない場合でも幼児教育としてあるいは小学校教育としてやれることやるべきことはいろいろあるというふうに思うんですね。 まずその幼児教育としてつまりそれぞれの幼稚園保育園でどういうことをやったらいいかなという時にやったらいいことはたくさんありますありますけど今架け橋との関連においてということですけど先ほどから何度も繰り返しているように幼児期の学びを芽生えとして捉えてみましょうよと言ってる やばいっていうのは幼児が始めたこと見つけたこと気づいたことはこの先どこに行くだろうかなとちょっと想像してみるっていうことですね。 それで、えー、触って冷たいしほっ,といほっといたわけでもない大事にとっといてでねある縁で見てたらあの大事にこうそこでは見つけたものは全部こうビニールの袋にこう入れておくんですけど大事にとっといて帰りまでねおお家に持って帰るんだ楽しみみたいにしてこう棚があるんですけどそこに置いて。 当たり前、大人としては当たり前ですけど当然ながら帰る頃に泥水になってるんですけどまあもちろんがっかりしたんだけど同時に発見ですよね。でそのことは一つのエピソードででもそれ以上のことは実はな,なかったんですけどでも考えてみることはできますね。 塩柱はさっきちょっと言いましたけど土の中の水がこう凍るんだからあの自分たちで塩柱作ってみたいって幼児が仮に言ったとしたら何ができるかな。えっと何ができるかって割と簡単な話なんですけど柔らかい土が必要である程度。 そ,れでそのなんていうか断片が見えるっていいますかこういうふうに畝みたいにしておいてそこにこう前の日にたっぷり水まいておくんですけどでこうもちろん天気予報で0度以下にならなきゃダメですけどあの土の中はちょっとあったかいからあの0度といってももうちょっと冷えなきゃダメなのでだから東京でそこまで冷えませんけどまあまあなんそうするとめでたく下柱ができるだけどできればあの子供が来る9時に ぐらいってて日が差し縁すの,でこう園舎の日陰の北側ねそこにそうする必要があるんですけどそういうことを先生が段取り組んでやってもあんまり面白くないだろうなと思うと何か見つけるようにしたいかなとか一緒にやれないかなとやってもいいけどそこまで子どもが興味持たないんならまあ小学校にこれは任せるかでもいいわ いずれ小学校でいいあの下柱の実験をするかは別の話ですけど水と氷の関係三体変化ってやつは理科でやる時にあの氷を張ることは試すんですけどねあ,あそういうところにつながるしまあこの際印象的にそういう風になればいいやみたいなことでもいいんですよね。実ははある園はそういううういちょうどいう 北に広いあの園庭で遠舎の北側にちゃんと土がありましてそこに極めて立派な下柱がちゃんとできていてあの10時ぐらいでもできててね「おお」って言ってこう何人かが集まって一人の女の子が見つけたら他の子が来て「あおー」って毎日できてるのに知らないもんだなーと思いましたけど、うん、まあねでもそれを話題にするとクラスで共有されて「あっでは他っていうのはこの。 要するに日が差してるとかできないなとか。で下柱のそういうことはあんまり実験しないと思うけどこういうバケツややコップに水入れてて凍らせるっていうのは割とエンドもやりますよねつまりそういうふうにするのはこの芽生えをそこまでやんなきゃいけないっていうんじゃなくて芽生えなんだから小学校に任せるところは任せていいんだけどもっとやれるところはあるよねっていうところをちょっとこう。 保育者見とくいいいかななう感じなんですねそれからその銃の姿の展開っていうのはいろいろできると思うんですけど割と多いのは一つの活動ですねそれを銃の姿でいろいろ分析的に捉えるっていうのはこの数年随分広がったと思うんですね。あの例えばあの 泥系やってる時に泥系はもちろん運動遊びだから健康な心の体ですけどやり,たやり方についていろいろ考えてるとすれば話し合いの活動だしそこでのルールを変えようとなればなんだ批判式の場合とかね、まあ、そういう分析は割と多くなってきたと思うんですけどもう一つその逆みたいなのがあって十の姿の一つ一つについていろいろなところに出てくる典型的に言うと数量の関心感覚なんかは さっき言ったように追い物の話でも出るしどんぐりでも出るけどカルタにもあるし、いろんな場面にあるんです。で、そういうものをこう拾い集めてこう一覧にすると結構それを小学校の先生に見せるとああそうなんだ。実は子どもたちっていうか幼児はいろんなところで数えて比較してるなあって見つけるわけですね。 これど,こどうして大事かっていうと小学校の算数の教科書1年生の教科書の前半ってそういう活動が結構書いてあるんですね。でそのかなりはあ幼児やってるわだから1年生で省いていた話ではなくてそれとつなぐ工夫すると相当算数豊かになるかもしれないぞっていう、まあ、ことなんですね。じゃあ今度は1年生としてできる。 ことはなないかなとで一つは私はそのどういう教科どういう単元であろうと芽生えは幼児期にあるよっていうことをこう常に考えるといいと思うんですね。さっき図工を言いましたけど図工で粘土遊びするときに幼児で 粘土遊びしてるかもしれないしれてる縁が多いですけど、ね、必ずしてるとは言えない。だけど粘土遊びしてなくても例えば砂場やってれば砂場は粘土じゃないし全然違うけどでも水入れて泥を固める泥遊びっていうのかなそれはやってますね。だから実は あるる種の造形的なな活動はいろんとでやってるそれが当然ながら小学校で生かされるよねとか話し合いっていうのはこう小学校の、まあ、学級活動というか特別活動をその他にたくさんやりますけれども当然幼児はクラスで集まって発表したり話し合ったりする場面もあるしあるいは なんでしょうごっこ遊びするときにだって役決めでこうどうするかを話し合うこともあるそ,うそれがこう話し合いに生きていくあるいは国語で大きな株の単元をという時に大抵の子は大きな株を絵本として読んでもらってる経験があるからその話の筋知ってるわけですね。それをどう生かしていく っていう具合にして、その。確かに幼児教育の先生と話す場面は少なくても。一年生の担当として、幼児期で起きているであろう経験をどう生かすか。っていうことをいろいろな形で考えることができると思うんですね。最後に。そういうようなことを通して、私はこの幼少の接続、また駆け足というものが。小学校の。 低学年教育を今よりもっと豊かなものにしていくそしてもっとより高い学力につながっていくようなものとしてぜひ進めてほしいたまにその小学校を幼稚園保育園とつないでっていうときに小学校の始まりを幼稚園みたいにするんですかその意味合いは多分1年生をもっと幼くするのかっていいだと思うけれどそうじゃない。 幼児期に育ってきた力の芽生えをせっかくもったいないから生かそうよそうすればもっとその先に行くよっていうことなんですね。でそのためには低学年教育っていうものが幼児教育と同様にその探求であること子どもたちが探求して何かを見つけていくということ幼児教育ではそれを「心情意欲態度」と呼んでましたけれど 小学校ならそういうい方よりは真ん中辺に書いておきましたけどさまざまな謎に見せられてその解決の仕組みを見出してそれを自分の力で進めていく面白さっていうふうな言い方の方がいいかなと思うんですね。国語ででもも算数でもどううしてそうするのか大きな株な株ら幼児期 の時にははは面白いお話だなわはは最後にネズミが出てきて変だけど株抜けてよかったななんだけど小学校でじゃあどうして最後にネズミなの、まあ、どうしてって言われても大人も困るんだけどでもよく考えたらおかしいのはねネズミみたいな力のないのが来たってしょうがないんじゃないって時々理屈こねる小学生っているんですね。 私みたいなやつがいながるんですよそうするとヘリクス言うんだけどそのヘリクスは言われてみればもっともなんですね。でよく考えたら大きな株ってのはそういう無力なものがどっかで力発揮する話でしょうからああなるほどと思うのでつまりそういうのは一種の謎ですね。大きな株ってあんなに分かりやすい話のはずに謎があるんですいろいろ。それは算数でも 造形でもいろんなところにそういう謎っていうか不思議さみたいな自分たちで何とかしたいっていうことがあるはずでっていうか見つけられるはずでそれを見つけることを何とか自分たちの力で解決するただし幼児教育と違って小学校ではそのスキルっていうものを確実に習得することで積み上げるそして自分たちの力で問題を見つけ解決するところに向かっていくわけです。 それを低学年の2年の間で実施していく、そうすると1年生のスタートカルキラムの段階の姿と2年生の後半の姿は相当に違うものになってくる算数で言えば具体的なものをこう加えて足し算になるよっていう話の段階から2年生の後半は九,九の表を見つけながら見ながらその数の関係を 一生懸命法則として規則性として考えるような数の世界の探求に変わっていくわけですねそこにつながっていくために幼児教育から小学校教育へのつながりをぜひ考えて小学校の低学年教育を豊かなものにしてほしいと願っているわけですはいということで私のお話をここまでとさせていただきますどうもご清聴ありがとうございました